はい、こんにちは、すすチャンネルです。今日はご質問いただきました、こちらの43インチのモニター、私は LG の 43UD79 の B を使ってるんですけども、今現行は 43UN700 の B が発売されています。これを買ったことで MacBook Pro 13インチの M1 チップ内蔵のMacBook Pro 使ってるんですけども、作業効率爆上がりしてるんです。これおすすめします。で、ご質問が USB Type-C でこのモニターとつなげると M1 チップの MacBook でしたら画面がちらついて安定しないというレビューがあるみたいなんですけども、どうですかっていう質問でした。自分の場合はこの USB で挿してるんですけども、ちらつくこともなく、ただこれを挿すだけで全く問題なく使えております。こう抜き差ししたらたまにすぐに反応しない時あるんですけども、こういう時はこのクロームシェルモードにしてる MacBook を画面開けたりしたら反応してまた接続してくれます。このモニターを使うことで43インチ 42.5 インチなんですけど、普通のこのウィンドウがまあ大きめで4つ分、ちっちゃくしたらまあ6個分使えるんで、この MacBook の画面4個から6個追加されたような作業効率爆上がりします。この環境が6万円台で揃うってめちゃくちゃすごいことですよ。同時にいっぱい画面開いて作業できるんで絶対おすすめです。外では MacBook を持ち歩いて、家ではデスクトップみたいに使う、それが USB Type-C 挿すだけでいけるんで、これはもう絶対買うべきだと思います。いろんなモニターあると思うんですけど、6万円台でこのクオリティはなかなかないんでおすすめです。ちょっと近かったら大きすぎて疲れるんちゃうかなと思うんですけども、実際使ってみたらすぐ慣れます。そして最近追加された機能としてユニバーサルコントロールが追加されたんで、これがまた iPad との作業効率爆上がりなんで、これご紹介したいと思います。はい、ユニバーサルコントロールとは何かというと、まあ皆さんもうご存知だと思いますけども、この MacBook Pro で使ってるクラムシェルモードでこのトラックパッドを使ってるんですけども、これなんと iPad の方にピョンって移動できます。そして iPad で使います。そのままこの画面の端に行ったら iPad でも使えるという、これすごいです。こちらの写真とかをドラッグ&ドロップでこちらに移したらそのままコピペもできますので、すごくないですか。このディスプレイのどこに配置するかっていうのも変えれます。自分の場合は iPad を左側に置いてるんで、この左側に設定してますけども、この画面モニターの画面左端に行ったら iPad を操作できます。そしてキーボードもこちらのキーボード iPad で使えます。そしてなんとこの iPad のマジックキーボードのこのトラックパッド、これを使っててもこっちパソコン側を操作できる。これはもうすごいですよ。今までこっち使ってこっち使ってって分けてましたけども、家帰ってきてからどっちかで一つでいけるっていう。そして文章をコピーして iPad でコピーしたのをパソコンに貼り付けたり、逆のこともできます。めちゃくちゃ便利です。まあ、自分の場合どちらかというと滑りがいいこっちのマジックキーボードじゃなくてトラックパッド、パソコン側の方をもう主に使っております。
なのでこのでっかいモニタープラスこのユニバーサルコントロールの機能を使ったらもう作業効率爆上がり、 iPad と MacBook Pro の作業効率上がるんで、ぜひこの使い方試してみてください。そしてこのモニターのリンクは概要欄に貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。